暗闇の中、何やら大勢の人たちが。実はこれ、映画の撮影なんです。終わりました。また39。よーい、スタート。カメラの前にいるのは、長野県でおなじみのご当地タレントの面々。僕がこれで4作目ですかね。めちゃくちゃ出てるじゃないですか。だから源田組って言われてますよ。源田組。実際外に持ってくる。撮影スタッフの一人、こちらの方は、あの大ヒット映画「カメラを止めるな」で日本アカデミー賞優秀撮影賞を受賞した曽根剛史さんではありませんか。で振り向くぐらいまでがカット1で。やってきますか。そしてこの映画の監督が下諏訪町出身の映画クリエイター源田康明さん。今回の主役です。よーい、スタート。あ、あやちゃんお疲れ様。みんなにも見えてました。まあ打ち上げあるから楽しんでってよ。カット。はい、大丈夫です。はい、はい、OK。2022年9月に公開された映画「色彩」。信州の自然や文化、祭りなどの美しい映像をクラシック音楽とともに紡いだドキュメンタリー映画です。今回はですね、その人物ではなく長野県の景色に、また文化に、そして物にですね、着目した作品をですね、一度制作したいと思いまして、作ったのが今回のこの色彩という作品になります。源田さんはこの映画で制作総指揮を務めました。県内各所の景色が詰め込まれておりますし、まあ、物もそうですし文化もそうです。ぜひ県内の皆さんにもご覧いただいて、良さを再確認してもらえたら嬉しいなと思います。2016年に公開されたタロット探偵ボブ西田を皮切りに、長野県内で撮影された作品や吉本興業のタレントを起用した数多くの作品でプロデューサーや脚本、監督を担当。短編映画も含めると7年間でその数なんと30本以上。今長野県で最も多くの映画を生み出す人物なのです。はい、スタンバイいいですか。はい、行きましょう。終わりました。はい、72、よーい、スタート。今日は信州が生んだ映画クリエイター源田康明さんと今時映画作りの舞台裏に迫ります。いいね信州すご力は、長野県のすごい底力を発見発掘する番組です。早速撮影現場を覗いてみましょう。この映画のタイトルは信州ドッキリ大作戦。長野県のご当地タレントたちが出演するドッキリテレビ番組。その撮影の最中、さまざまな出来事が起こるというストーリー。原作と監督を源田さんが務めます。22終わりで23が入ってくる。一つのシーンを撮り終えると次のシーンに向けて細かな動きを最終確認。でその先に河合さんと服部さんがここで会話を交わすんですよ、うん、で、2人は中に入っていくんですよね、うん、池谷さんは普通に自然にこう で斉藤がこう何か持ってこっち来る時にばったり会うという、うん、そういうことだと思います。じゃあ自然に行けますね、はい、じゃあ菊池さん一旦お休みにして、はい、で横田を探してるっていう。横田ちゃんはいないですか。やはり横田さん。脚本は完成していますが、現場で演出プランが変わることもしばしば。どうですか、順調ですか。順調だと思います。順調ですが、そう、現場に入ると突然ね、ちょっと予期せぬことが出てきたりとかするので、そのあたりはちょっと大変ですね、はい、今回やったことないそういう作品を作りたいと思って作ってるので、うん、まあ今冒頭のところずっと撮ったんですけど、
面白いものになるんじゃないかなとは思いますね。はい、いろいろあるかなないかなって探している23のところの頭につながると、はい、ああなるほど、わかりました、うん、今回の映画に出演する白石優亜さん、源田作品の常連です。泊まった時にもう斉藤は話をするので、ちょっともうそのテンポ感というか、なんか伝えたい思いでやってもらえるといいかなと思いますね。よーいスタート。あ、池谷さんお疲れ様です。明日の朝、今週末の生放送のリハじゃなかったでしたっけ。斉藤ちゃん。あ、はい、あ、お疲れ様です。山下さんは戻られますよね。もう戻るよ。あ、よかったです。カット、はい、いいと思います。この映画、特徴の一つが長野県のご当地タレントたちが主要キャストを務めているということ。源田さんの映画初めてっていう人いるんですか。こんな感じ。はい、小林智美さんは土曜夕方のローカル情報番組などでレポーターとして活躍中。もうここはもう第一作目に。あら、そうですか。タロット探偵。あ、僕西田。僕西田の、はい、松本市出身のお笑い芸人ヤポンスキー小林画伯は ABN 土曜朝9時半から放送中のエキテレマルシェに出演中。僕がこれで4作目ですかね。めちゃくちゃ出てるじゃないですか。だから源田組って言われてますよ。源田組。平日夕方のローカル情報番組で人気のマンモー飯田さんはタレントと実業家という2つの顔を持つ元お笑い芸人。え、もっと出てますって。で、前回のトークで3作目で、あ、流れ星、僕らあ、じゃあうちら3出たね。吉本住みます芸人として長野県では知らない人はいないお笑いコンビ虎徹。河合さんと北村さんも源田作品の常連です。テレビではそれぞれ出演するチャンネルが分かれていて、ほとんど共演の機会がないご当地タレントの皆さん、こんな場面を作り出せるのは映画の凄さかもしれません。さらにサポートするスタッフがすごい。源田作品の一つ映画東子の世界で監督を務め、今回の映画では撮影を担う曽根武史さん、あの大ヒット映画カメラを止めるなの撮影監督として日本アカデミー賞優秀撮影賞を獲得した凄腕クリエイターです。今回の撮影現場の助監督という存在がいないので、なんか実際にこのシーンをどんな風に演技をしてもらってどんな風に撮っていこうかっていう、なんか本来助監督がやる仕事も話し合いながら一緒に進めてますね。今回の現場、純粋な撮影スタッフはわずか3人、助監督もいません。シーンが変わるごとに監督も撮影スタッフもメイクさんも協力してセットチェンジをします。僕の現場で助監督がいない作品は ほぼないんですけど、今回はなしでもいけるかなという、はい、自分としては助監督いてくれた方がありがたいんですけれども、まあ、源田さんはまあ、なしでここで話し合いながら機動力高くやった方がいいんじゃないかということを言っていただいたんでそれに乗りました。なるほど、はい、いろいろ修羅場をくぐってきたので一緒に、なんかまだこれはなんか須田さん、余裕は余裕ですね。余裕は余裕ですね、多分。長野県千曲市、おばすての棚田や戸倉上山田温泉で有名なこの場所は源田さんが手掛けた2つの長編映画の舞台となりました。東子の世界とペルセポネの涙です。もう諦めたらどうだ。祭りは絶対やる。私、巫女としてお祭りの行列を歩きたいの。こんなに自分から何かやりたいって思ったこと初めてだから。
巫女として働くトークが村の祭りをめぐり不思議な体験をしていくというファンタジー映画。オリジナルの楽曲に合わせて展開するミュージカル風の場面が印象的な作品です。私の知らない世界を。この映画に旅館の女将役として出演した旅館の若女将がいます。こんにちは。有田屋旅館の柳瀬さんです。まず、もう玄関からなんですけど、はい、ここで桃子ちゃんがもういいかいと叫んでるシーンがここになりますね。もういいかい、もういいよ、じゃあ行くよ、よーいスタート。まさにここがもう桃子ちゃんとのやり取りをするところなんですけども、映画の中では私が天井に張り付いてるという設定でかくれんぼをしてました。みーけ、たたたたたたた、あー見つかっちゃった。大丈夫？どこに隠れてたの？あそこ天井に張り付いてたんだけど滑って落ちちゃった。そんなところにいたの、すごいねもう桃子の世界自体が地域発信型映画だったので、エキストラの人もすごいたくさん、千曲市の人が結構出演してるんですけど、イメージがすごいぴったりだって言われてで、ぜひお願いしたいということだったんですけど、もう本当に普段生活している身近な場所が、ね、映画に出るとかっていうと本当にわあここみたいな感じになるし、なんか普段別に目も留めないようなところが、ね、すごい光って見えるというか、ね、映画がきっかけで結構話題になったり地域が盛り上がったりってするのはすごくいいなと思いました。何通りと？銀座通りです。ここが桃子ちゃんがここに走ってきて 村人たちがここに集まってるっていうシーンですね。桃子ちゃん、桃子姉ちゃん、みんな輝いてる。こういう風景も、ね、映画の題材になるんだなとか思いますね。普段本当に普通に通過しちゃうようなところが映画のワンシーンになるっていうのはすごいいいところに目をつけてくださってるなっていう、やっぱりプロだなって思いますね地域発信型映画を全国で制作していた吉本興業とロケツーリズムという取り組みに力を入れていた千曲市がタッグを組んだ地域発信型映画桃子の世界。地域の魅力を外に発信しただけでなく、地域の中での思わぬ効果もあったそうです。改めてこういった場所が実はこんな映画目線で見るとこんな素敵なとこだったりだとか、そういった部分の再発見が千曲市の住人の方ができるっていう一つの、まあ、なんて言うんでしょう、我々の新しいそういう見方ができたのかなっていうふうなものはありますね。直近ですとペルセポネの涙っていう映画にはちょっと携わらせていただいてます。私も実際ちらっと映ったりとかしちゃったりしてるので、そういうことをなんかすごく、源田さんはやっていただける方なので、地元の人たちもそういう意味ではなんか映画に映るってなかなかないじゃないですか
ですので、そういうのがすごくやっぱり嬉しかったりとか、気持ちが高ぶったりとか、そういう市民感情の盛り上げにはすごく貢献していただいているかなというふうに思ってます。2021年に制作、全国公開されたペルセポネーの涙。渡辺修さん、剛力彩芽さんを主演に、千曲市とその周辺で撮影された長編映画です。源田さんは共同監督、制作プロデューサー、原作を務めました。おば捨ての棚田を見下ろすゲストハウス中良屋、主人公たちが住む家として映画に登場します。サインはこちらですね。サインが、その主人公の2人の家になったので、一番その映画で一番冒頭のシーンとかが一番使われてたかなと思いますね。源田さんのなんか雰囲気に合うんじゃないかっていうのをその観光局の方で進めていただいて、で見てもらって、次にこう、ああこういう感じいいね、ああいう感じいいねっていう感じで、で後日正式にぜひ貸してくださいっていうか、その舞台に使わさせてくださいっていう形で言っていただきました。うちのね、2階から見える景色とかっていうのは多分うちでしか見れない景色なので、で屋根の上からこう善光寺平を見下ろすようなシーンとかはね、綺麗に撮っていただいたっていうのと、あとうち縁側があって、縁側をねのんびりこう座って、最後のシーンとかなんてね、皆さんで座って笑ってるシーンとか、すごいなんか印象的で良かったですね。源田さんは映画作りの中でこんなことを大切にしているそうです。地域の人しか知らない場所だったりとか、あと見え方があったりするんですよね。でもここから見るとこういうふうに見えるんだよみたいなことも、やはりコミュニケーションの中から引き出せたりもしますし、いろいろこうロケ班とかに巡っていろんな人たちとの出会いがあったりもするので、その人たちとのコミュニケーションからさらにこういいものがこう見つけられたりとか引き出せたりもするから、まあ、そういうのがすごく大事だなと思ってますね。次回作の打ち合わせで出張中、わずかな時間も惜しんで映画信州ドッキリ大作戦の編集を進めます。この情熱は一体どこから？2004年にふるさとを離れ、東京で音楽業界の仕事に関わった源田さん、ミュージシャンとしての才能が開花します。2012年シンガーソングライターとしてデビュー、2016年にリリースした信州の歌は県内のテレビ番組でエンディング曲として採用されました。この頃 ABN の番組にも出演しました。ゲンディです。まあ、自分が独立をしてですね、で、まあ、自分でいろいろ仕事を、まあ、もらってやっている中で、ちょうどこう地元に戻って仕事をしたいなって思ってるタイミングだったんですよ。そういうなんていうんですかね、タレント的な動きもしなきゃいけないなという0年目のところで、長野県にちょっと帰りたいなと思っているタイミングではあったと思います。はい、この時はまだ映画に関わるなんて話は全くありませんでした。撮影現場で源田さんをバックアップする妻、瑞穂さんです。ちっちゃい頃、小学校の時かな、もう映画を作ってたみたいなんですよ。自分でお父さんのカメラを使って、なんかその好きな映画に感化されて、そのなんか映画を友達と2人で作ったんだって話は聞いたことありました。へ、でも昔からそのだからといって映画監督とかそういうのになりたいってわけではなかったみたいなんですけど、でもなんかそういう風にやってたのを思い出したわなんて話は聞いたことあります。源田さんと曽根さんはこの日福島県を訪れていました。
ショートムービーのお話があって、で僕のところにご依頼をいただいて、それで、はい、ロケアに来させてもらって。太平洋に面した楢葉町、東日本大震災の原発事故の影響で一時は全町民が避難、2015年に避難解除となり、にぎわいを取り戻しています。まあ、一応我々トライ楢葉っていう趣旨で移住定住の事業をやっていて、まあ少しも楢葉の場所と楢葉に来たらちょっとした可能性でもあるのかなっていうところを感じ取ってもらえるようなものをっていう話はちょっとさせてもらいました。依頼されたのは10分ほどのショートムービー、ネットを通じて無料で公開されるものです。楢葉に関心を持ってもらう一つの第一段階のきっかけになる場合ぐらいのところです、ね。はい、僕も福島は何回か撮影させてもらってるんですけど、楢葉っていうところに初めて来させてもらって、過ごしやすいところがいっぱい凝縮されてるなと感じたんですね。なんでそれがここにあるんだよっていうことを見せながら、すごく来てみて新しい発見があるような、そういうこう物語になればいいなと思ってました。源田さんは東北でも地域を発信する映画を手掛けています。ドキュメンタリーを撮るため日本にやってきたスティーブ。ドキュメンタリーは natural disasters? I think we're actually gonna make that crap. We'll just make an excuse and then we'll make a film about ninjas. この辺りは全部津波に持ってかれちまって、ここにたどり着く前に流された人もいました。何度も死のうと思ったよ。 Not about Japan? Yeah, not really too much, but I do want to make a ninja film sometime. You make movies? Yeah, I'm a director. 永遠の一点。実際は太陽のある方向の方がちょっとだけ明るくなってしまうので、これはもうあと調整でこっちだけちょっと暗くとかすればちょうどいい感じになるかな。これ以上暗くなってしまうと多分人物のシルエットももう相当暗くなっちゃうので、これぐらいがギリギリいいところかなと思います。一番絵として残した時にいいものっていうのを見つけないといけないので、はい、だからこれの時間よりも26分後にはもうほぼ細かい、これだけ暗くなってしまって撮れなくなっちゃうので、それまでにはスタンバイして撮れるような状況にしておかないといけないかなと。映画の力で地域を盛り上げようという思いはどんどん膨らんでいます。地域発信型映画東湖の世界は国内外の映画祭で多くの賞を受賞。源田さんの目標は今、地域の魅力を世界に発信すること。地域との連携から生まれる新しい作品も大事にしながらですね、そういう作品を世界に引き続き届けていけるように頑張っていきたいのと、あとはやはりさらに大きなまた評価をいただけるように、世界から評価いただけるように取り組んでいきたいなと思います。はい、行きましょう。終わりました。はい、72、よーい、スタート。